簡単におもてなしの演出ができ、いつもの食卓がワンランクアップするテーブルランナー。料理を SNS などでアップする際にも、テーブルランナーを1枚敷くだけで、ぐっと写真映えします。北欧風のおしゃれなものやモダンなものなど、種類も豊富なため、どれを選ぶか迷うこともあるのではないでしょうか。そこで今回は、テーブルランナーの選び方とともに、おすすめの人気商品をランキング形式でご紹介します。普段使いできるものからおもてなし用まで幅広い商品が登場。選び方はおすすめのプロの食空間コーディネーターにお伺いしましたので、ぜひ参考にしてくださいね。リストの最初の製品は、北欧テーブルランナー大田商店。絵本に出てきそうな丸っとした木柄が両面にプリントされており、北欧の雰囲気を感じるテーブルランナーです。サイドに垂れるタッセルは光沢があり、デザインのアクセントに、コットンとリネンを織り混ぜた素材で、触り心地がよく軽いのに厚みもあり、しっかりとした作りで長く使えます。リストの2番目の製品は、北欧テーブルランナー大田商店。絵本に出てきそうな丸っとした木柄が両面ともにプリントされており、北欧の雰囲気を感じる温かみあるテーブルランナーです。サイドに垂れるタッセルは光沢があり、アクセントに綿麻素材で触り心地が良く、軽いのに厚みがあるしっかりとした作りで長く使えます。次の製品は、フラッシュベイテーブルランナーイフシズジ赤、白、緑でデザインされたフラワー刺繍がダイニングテーブルを華やかに彩ります。長さ約175cmのロングタイプで存在感があるためパーティーやおもてなし用にぴったり。汚れたら丸洗いできるので清潔な状態をキープしやすいでしょう。クリスマスなどのシーズンイベントやお祝いのシーンで活躍しますよ。次の製品はテーブルランナーテーブルセンタースタイルデコール。その日の食卓や気分によっていろいろ使い分けて楽しむリバーシブルタイプです。綿オックス生地を贅沢に2枚仕立てで縫製することにより高級感あふれる厚手でしっかりとしたテーブルランナーとして長く愛用可能。汚れても手洗いで簡単に洗えるので常に清潔さを保てます。次の製品は刺繍レーステーブルランナーウージョイ。花柄のレースが美しいポリエステル製のテーブルランナー。ベージュとワインレッドの花の刺繍、複雑なレース模様にタッセルがマッチし、上品な雰囲気で魅力的。おもてなしやパーティーにも使える華やかなテーブルランナーを探している人におすすめです。リストの次の製品はシンプルなテーブルランナーバルコニー&アンプファルコン。シンプルな無地で和風、洋風どちらの食卓にも合わせやすい一枚。抗菌防臭性のあるポリエステル素材で衛生面に配慮されているのが魅力です。汎用性の高いアイテムが欲しい人にぴったりで、おもてなしにも日常にも使える、使い勝手のいいテーブルランナーと言えるでしょう。リストの次の製品は、ハロウィン模様のテーブルクロスオークス JP、カボチャ、魔女、黒猫をしたデザインで、ハロウィンの雰囲気を盛り上げてくれるテーブルクロスです。ハロウィンパーティーなどに入れるテーブルクロスです。ハロウィンパーティーなどにぴったり。お城のバージョンもあるので、気になる人は手に取ってみてはいかがでしょうか。リストの次の製品は、ラミネートタイプテーブルランナースタイリッシュ H&A。ラミネート加工により、実用性と装着性を兼ね備えています。食べこぼしや水なども片付けやすく、汚れてもさっと拭くだけで OK なので、いつでも清潔さを保てますよ。普段はもちろん、ホームパーティーや記念日のディナーにもぴったりです。次の製品は紬、リバーシブル。白の寝具。紬糸が生み出す自然な風合いが魅力の商品です。2枚の生地を合わせて縫製しているため、丈夫なだけでなく、リバーシブルで使えるのも嬉しいところ。日本製の素材にこだわり、縫製から検品、発送まで全て国内で行われています。芯に合わせてカラーを使い分けたい人はチェックしてみてください。次の製品は、
蜘蛛の巣柄のテーブルランナーコボルレースの生地は柔らかく滑らかで細部にわたって作られているテーブルランナーです。ハロウィンの雰囲気を演出するクリエイティブなデザインは魅力的。暖炉の装飾、家の玄関の装飾、ダイニングテーブルの装飾などにもおすすめですよ。リストの次の製品はテーブルランナーエクフィショーニー。高品質なポリエステル製で耐久性が高くシワになりにくいのがメリット。断熱、滑り止め、防音、撥水効果などにも優れており、変形しにくく長持ちします。丸洗い可能なので、お手入れも簡単にできますよ。次の製品は、テーブルランナーテオリ、布忍布のモブキア、シンプルで美しく、自然で素朴な印象を与える夏布製。伝統的な食器を使い、手織りで丁寧に織り上げられて、手織りで丁寧に織り上げられています。食卓に和の雰囲気をプラスしたい時にもってこいです。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。